今日なんですけれども、今年に入ってから2件もしくは3件くらいの距離で練習をすることが多かったんですけれども、考えてみたらそれ以上の長距離、その練習をしていなかったなと思いまして、久しぶりに5件それ以上の距離、まあ、いわゆる長距離になるかどうか分かりませんけれども、長距離の練習をして遊んでみようと思います。長い距離を打つには少し道場の中だと距離が足りませんので、ガレージのスペースに来ております。ガレージなんでちょっといろいろ物は置いてありますが、距離が今6尺棒で示してます。1本、2本、3本、4本。そしてこの近くに棒があると危ないので、これをどかします。ここに置きましょう。これで6尺棒が5本分確保できました。つまり5件です。ここから打つと5件の距離 5.4 メートルですね。まずは5件 5.4 メートルからいきましょう。まずは5件9メートルの距離から始めます。使う手裏剣は私が好んで使っている長さ15センチ、太さ6ミリの六角形の手裏剣です。一般的に長い距離を打つ場合、手裏剣自体を長くすると長い距離は届きやすくなると言われていますけれども、まあ、私はこれが気に入っている手裏剣の一つなので、今日はこれでいきたいと思います。5件9メートルの距離から打ちます。まずは肩慣らしということで、ちょっと散らばってますけれども、一応ですね、これすべて刺さってます。後ろにこの状態で6件6件 10.8 メートルですね。ちょっと本数減らしましょう。9本だと時間かかりすぎるので、あの距離が長いので5本ぐらいでいってみましょうか。6件 10.8 メートルちなみに今更ですが、すべて今日は直打法、直打法で打ちます。今日はというか、私は常に4分の1だけ切り先を倒す直打法を用いてます。一歩ミスしてしまいました。4本刺さって、1、2、3、4、1本落としちゃいましたね。続いて7件いきます。ちょっとカメラの位置を移動します。
続いて7件いきます。ちょっと手裏剣をまた減らして3本で7件いきます。2本外しちゃいましたね。2本ミスで1本がちょっと下の方に刺さってると思います。ちょっとね、7件8件ぐらいになると天井が、あ、2本ですね。下ギリギリに1本と少し上に1本、それ以上2本刺さってました。それ以上の距離を届かそうとすると、もう8件まではいけるんですけれども、天井がどうしてもぶつかりそうになってしまう。とりあえず7件から2本でした。3本中2本刺さりました。8件ちょっと1回だけチャレンジしてみたいと思います。8件天井当たりそうですね。あの、2本刺さったんですけれども、すごいギリギリでしたね。これ以上でも天井に当たりそうになってしまうので、本当ギリギリこんなところに刺さってます。というわけで、今日は少し遠めの距離から手裏剣を打って遊んでみました。まあ、5件で9メートル、6件で 12.8 メートル、で、7件で 12.6 メートル、で、8件で 14.4 メートルなんですけれども、まあ、8件ぐらいだと、なんとか刺さる。ただ、まあ、場所の関係で8件以上離れようとすると、ちょっとこうライナーで飛ばすには限界があって、もう少し天井が高ければ山なりに飛ばせるんですけれども、ちょっとさすがにね、天井外すわけにはいかなくて、なので8件ぐらいまでがまあ普段できるところ。ただめったにそれぐらいの距離はやらないです。長い距離届いたからどうとかっていう話ではないし、ただまあ、あくまで遊びとしてこれぐらいの距離は届きますよというところでやっている、まあ楽しみの一つです。ただ長い距離を打てるっていうのは、やっぱりこう手裏剣自体が安定してないといけないので、例えば手裏剣のテストの時に使ったりとか、そういう楽しみ方もしています。まあ、こんな形でいろいろ遊んでいますので、もし何か興味のあるようなことがありましたら、気軽にコメント欄に書き込んでみてください。対応させていただきます。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ、高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では、今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。